大田区の観光スポットと聞いて、皆さんはどんな場所を思い浮かべますか？羽田空港や池上本門寺など、全国的にその名を知られたスポットが多数ある一方、大田区には区民の皆さんにもまだあまり知られていない魅力的なスポットが数多くあるんです。そんな大田区の身近に隠れた魅力的な場所やものをジャンル別にまとめたのがこちら、大田区観光ガイド。現在4種類発行されているこのガイドの中から、今回は映画やテレビの撮影に使われた区内のスポットをまとめたロケ地探訪をご紹介。区の若手職員2名とともにおすすめのロケ地を巡ります。まず最初にやってきたのは羽田地区。羽田空港や飲み川などがあるこのエリアは、さまざまな映像作品のロケ地として登場しますが、中でも絵になる風景として知られるのが穴守稲荷神社の千本鳥居。鳥居の朱色が目に鮮やかなこの場所は、空港を舞台にしたあの名ドラマ「スチュワーデス物語」のロケ地として使われた場所です。羽田は他にもグッドラックや釣りバカ日誌などいくつかの作品でロケ地になっています。続いてご紹介するのは大森地区。商店街や町工場、商業施設などが点在するこのエリアもよくロケ地として使われていますが、大森北にある喫茶店コーヒー亭ルアンは、大田区の町工場を舞台にしたドラマ下町ボブスレーのほか多数の作品に登場。木のぬくもりあふれるレトロな雰囲気の店内では、お店こだわりの美味しいコーヒーがいただけます。そんなコーヒー亭ルアンの店主宮沢高政さんに、お店で撮影が行われた時のエピソードなどを伺いました。登場する男優さんで一人、サイクリングが好きな方がいらっしゃって、自転車でサイクリングスーツで自転車でうちまでお見えになったっていう俳優さんいらっしゃいました。ブログに使っていただける女優さんとかいらして、その写真を見てうちのお店ということが分かって、わざわざ静岡の方からお見えになったお客さんとかもいらっしゃいました。また大森地区と並び個性的なお店が多く、賑やかで庶民的な雰囲気が魅力の蒲田地区もロケ地として数々の作品に登場しています。蒲田駅東口にある老舗のビジネスホテル末広も、昨年公開された映画リップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁などの撮影に使われました。レトロな外観もさることながら、ロビーを彩るステンドグラスも見どころの一つ。ホテル自慢の黒湯温泉もぜひ堪能したいですね。さらに蒲田のロケ地の中でも特に有名なのが、東急プラザ蒲田の屋上にあるこの観覧車。ドラマアイムホームや蒲田を舞台にした映画柔らかい生活などに登場しているこの幸せの観覧車は、まるでおもちゃのような可愛らしい色とデザインが特徴。一時は閉鎖の危機にありましたが、地域の方たちの強い要望で復活を果たすなど、多くのファンを持つ人気スポットでもあります。他にも蒲田のロケ地としては下町ロケットやシンゴジラが知られています。ちなみにこちらのロケ地探訪にはエリア別に様々なロケ地が掲載されています。映画やドラマで見たあの風景が実は家の近所だったなんていう発見があるかもしれませんね。その大田区観光ガイドロケ地探訪は、京急蒲田駅の改札階にある大田区観光情報センターをはじめ、区役所や各特別出張所で配布しています。ガイドはこのロケ地探訪のほか、大田区の水辺スポットを紹介した水辺で遊ぼう、大田区の人気スイーツをまとめたお気に入りスイーツ、そして面白フォトスポットの4種類をご用意。大田区の魅力をさまざまな角度から切り取り、ジャンルごとにご紹介しています。大田区にはさまざまな風景があります。いつも通り過ぎている街の風景が視点を変えるだけで、いつもとはまた違ったように見えてくるかもしれません。
区外の方はもちろん区民の皆様にもこの大田区観光ガイドブックを使って大田区よりもっと知っていただき、大田区をもっと好きになっていただけたら嬉しいです。